というわけで今日は真に大事な1オーラを持っていかれたから主様の相手はバハートにしてもらうことにした。よろしくね。はぁ、なんで真に与えるかな。はぁ、ごめんて、結果のためじゃん。仕方ない、浮気症でシリガルでこびれば誰にでも尻尾を振る見境のないオスケイ主様だからな。従属として許容しなければならんな。くっそ、そんなことはないけど、この現状だと否定できないのが心にガンガン響く。さて、主様よ、ただ戦ってても正直話にならないからな。主様には課題を与える。え、どんな？そうだな、バハートを貫通して勝ってみせろ。攻略はもちろん自分で考えろ。待て、バハートさんだってまだ勝ち残ってるんだぞ、それを貫通なんて。考えろ主様、なぜバハートは第一回以降成績が上がらないか。そんなのわかるわけないだろ。それがわかったらアラン戦でも優位に立てると言っているんだ。さっさとやるんだ。正直バハートさん苦手なんだよな。俺になんか幻想を抱いてそうだし、やけにグイグイ来るし、あとは圧倒的陽キャし、陰キャの俺とは対極だからな。さて、パト君、私もまだ試合があるからやるとなったら本気だよ、手を抜いてもらえるとか思わないでね。正直山の絵隊長を撃破したパト君の力量を確かめたい。いつでもどうぞ。カナとの試合で大体の情報は知っている。というより俺自身試してみたい戦法があったんだ。じゃあ行くね。からな、結果の羽は出さないし、俺もわざわざ的を広げたくないから羽は収納。そもそも羽の力扱えないし、出してるだけ無駄なんだよな。さて、行くか。一周で私の前に来たわね。私の天秤を受けてみたいってところかしらね。いいよ、見せてあげる。パト君の知恵を見させてもらうわね。天秤に行きたいんで、オーラレツボ。完全すぎたね、パト君。絶好。やっぱりか、そりゃあ対策も簡単だな。あからさまに分かりやすいアクションを起こして、そこに対してバハートさんに狙った天秤を使わせれば怖くもなんともないんだから。ほう、さすがに情報を事前に指示でいただけあって策は問題なかったか。いかんな、こうも簡単に蹴りがつくと主要にならんな。バハート、まだ戦えるか。もちろん能力だけだと思わないで、私だって昔山の絵隊長に勝ってるんだから。少しか気に取ったわね。私だって近接は得意よ、翻弄してやる。遅い、体勢が悪い、威力がない、一動作からの行動パターンが少ない。全然通らない、月を私の近接攻撃じゃ売り出せない。もう終わり。まだまだ。ここまで、今の段階でお互いの反省点を言ってみろ。それじゃあ率直な感想を言うね。バハートさんの攻撃力が低い、速度も遅い、能力の応用力が乏しい、近接技術が微妙。逆に体力はすごい、フォームが綺麗、無駄が少ない、ガードがしっかりしている。すごくやりにくい、オーラの流れとか気配が一切感じれないから近接で優位に立てなかった。ただパト君の攻撃は単調、どこに来るかある程度予測しやすいから防ぎやすかった。お互いの課題が分かったな、バハート、主様から言われた評価はお前の欠点じゃない、主様レベルにたどり着いていない、遅れているという評価だ。そして初手で天秤を攻略された理由はわかるか。うん、パト君が言ってた、狙った内容だったって。そうだ、種さえ分かればお前の天秤は怖くない。そして煉獄支配もよほど相性が良くないと同レベル、もしくは格上には勝てやしない。だからお前は第2回から勝てないんだ。ある程度勝っているのはただお前より格下なだけだ。同格だと対策されて優位に立てない。心当たりあるんじゃないのか。はい。そして主様、バハートが言ったように単調すぎる。近接や守備が上手いやつから見たら主様の攻撃はわかりやすい。もっとフェイントと次の攻撃までの思考を排除しろ。アランは守備が得意であり、近接もなかなかだ。今のクオリティだとアランを出し抜くのは難しいと理解するのだな。わかった。今回はこうやってお互いの課題や修正を細かく行う。そして修正と調整をして明日の試合に臨め。もうここまで来たら新しい技術などではなく、今持っている武器をどう仕上げ、策に加えるかが大事になってくる。バハートさん、一度怪我を治します。治さなくて。あそこまでボロボロに言われたのは初めてだよ。絶対にさっきの言葉、撤回させてやる。バハートさんが飛びなくなった。事実だよ、正直今のバハートさんなら初手で全然倒せたし、どの分野で挑まれても負ける気しないかな。ずんのんな、絶対に負けないから、ほらそこまで大口叩いたんだから証明してもらうわよ。なんだ、今のバハートさんの方がいいじゃん。オッケー、なら全部貫通したら負けを認めろよ。絶対に認めないし、パト君が体力切れで倒れるまで挑んで倒すし、私が勝つまで終わらせないし。よし、じゃあやろう、バハート。たった数時間だったけど、俺はこの訓練の中でやっとバハートさんのことを知れたと思った。
すごく負けず嫌いでバカにされたり、見下されるのが嫌で、そして何より勝つことに対しての努力を惜しまない素敵な女性だった。お疲れ様、バハートさん。結局最後の方はすごく追い上げられた、さすがだね。でも結局勝てなかった、悔しいな。次はメリアのところでエミエルとの戦闘訓練だろ、しっかりな。うん、パト君も頑張ってね。アラン君は本当堅実な戦いをするから、気を一瞬でも緩めると流れを全部持っていかれるよ。戦闘訓練を得てからお互いの似ていたフィルターが少し剥がれて互いの本来の姿を見るようになった。もし今後バハートさんが俺の従属に入るというのなら、これからもこうやって仲良くなれたらなって思ってたんだ。これからだったんだ。これからだったのに。お前ら。そう、多くの恨み、妬み、憎悪、この思いと感情をもっと吐き出してください。悪意から生まれる力は強い、理性を超えて本能から求める欲求に応える力、だからこそ体もその思いに素直に受けてくれる。抑えないで、全部吐き出して、全部相手にぶつけたらいいの。パト君、どうするの？また私を殺すの？できるの？私はあなたに傷つけられて心身ともに傷を負って死んだの。そこに罪悪感とかないわけ？あるに決まってんだろ。なら私にさっさと。だけどお前には一切罪悪感なんて感じねえよ。やっと。ネタが古いんだよ。せいぜいバハートの真似事するならその経験までは真似とけ。ふざけ。な。もう消えろよ。一片一つ残ってることすらお前の存在は不愉快極まりない。そうかよ。お前らがそんなやり方をしてくるなら俺も考えがあるぞ。お前らの地味で陰湿な策もこの町と住人ごと潰せば意味もなくなるだろうが。いつもお前らは好き勝手に暴れやがって、お前ら一般人も守られるばかりじゃなくて一度は足を引っ張っていることに罪悪感抱いて敵と倒すための貢献をしやがれ。ストップだ、パト。そんなことをやっても意味がない。状況は見ていた、火星のタイミングを見計らっていたからな。だからパト、お前が今こうやって怒るのも理解できる。だが自暴自棄になって無関係の人を巻き込んでいいなんて理屈にはなんねえんだ。お前のストレス発散に他人を巻き込むな。俺は、降りろ、こんなところで話してるとオーラが消耗してたまらねえからな。行くぞ、すぐに他のところであのレベルの奴らが出ていないか確認する。俺のことはいいんですか？長々と怒る必要がねえからな。それに気持ちはわかる。怒りはしたがその不満は多少なりとも俺にもある。バハートを狙った理由はおそらく相性だろうな。もしファルドラが虚構迷宮を作る計画だった場合、その空間を一番壊される可能性があったのが防衛軍ではバハートの天秤だったからな。つまり無差別ではなく、計画的犯行だ。だがバハートは俺が防衛軍にわがままを言って隊長にさせた。そして面倒も見てきた。俺だってクールでいられない時がある。くだらない理由でマナ弟子を殺されたんだ。そしてあんなクローン、さすがの俺も苛立ったさ。だがパト、お前が倒した。お前も感情のまま怒った。だから俺は冷静でいられたんだ。わかるだろ？俺だってギリギリなんだよ。パト、この異変は冷静な判断と相手の動きをかいくぐる知恵が必要だ。少なくとも相手はファルドラだからな。あいつの知能の高さは防衛軍でも随一だ。相手は嘘と策と心理戦を得意とする男。もちろん俺たちの精神を追い込んでくる。俺たちが感情的になれば相手の術中なんだ。わかるな。はい。かっけえな。この人、初めてかもしれない。こんな人になりたいなって思えた人は。どうやにも他の場所に応援に向かわせるように言っておかないとな。スペックは本物と大差ないからな。そうか、あのモヤのような見た目の迷宮が出てからオーラの状況が把握しにくいんだ。父さん、それは記憶してある仲間のオーラを頼りに動けばなんとかなるよ。パトカ、この異変は難解だ。ファルドラと悪神教の君主がタッグを組んでいる。俺の勘だがクローンは君主の力だ。ファルドラにそこまで強力な虚構は作れないからな。君主は本来俺たちですら相手にしてはいけないレベル。今回の影響を見ればわかるだろう。君主はこの力も凄まじいがその影響力も凄まじい。条件次第では即死だってある。ああ、だけど勝つんだろ。なら俺は進むよ。父さんも気をつけてな。ああ、パトもな、ロイドから学ぶといい。俺の先輩でもあるからな。見習うところは多い。任せろ、それじゃ切る。何かあったら報告頼むぞ。了解。発光のところは大丈夫だろう。心配なのはアランとピリアンだな。だがアランなら今の体調レプリカが出てきても対処が期待できる。ならピリアンのところか。あいつの破壊力は脅威だが今の体調メンバーだと相性が悪いからな。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。